町の道の駅にいたんですけど、4時だったので出てきました。次の、おとねぷ町の道の駅に期待します。そこはですね、割と市街地にあるので、今のはちょっと市街地からずいぶん離れてたんで、そうだったんかなってね。ずいぶん風が強いです。風に押される。今ですね、遥か右遠く、あれが函館かなってなんか思う山が遠く遠くに見えています。だいたい方向はだいたいいいのかなって思ってたけど、一応見えることになってるんですよ。オトイネップまであと何キロあるか、ナビ設定してないので、どっかで出てこないだろうか。まだ広いですね。なんで名寄の辺はあんなに広いんでしょうね。あっちの方が上流なのに、こっちの方が下流ですからね、手塩川の。ここで手塩川を渡ります。この辺りは御根内っていうんで、岐阜町御根内っていう地域、手塩川、橋の名前は御根内大橋で書いてありました。手塩川です。とうとうと流れるとかなんかありますね、表現ね。あるので寄ってみます。大丈夫なんだろうか。あ、これぐらいの道だったら戻りますね、また国道に。集落があることが多いんですね。港の集落があって、なんていうんだ、養蜂って書いてあるのか。港にあって駅まで遠い、その駅までは遠いだけど、その港の人が使う、線路までは遠い。でも、駅は必要だ。その時駅前に大したなくても家はね。はい、御根内駅でいいね。もしかしてやめたとか言ってんだろうか。張り紙してあるな。あ、書いてない。もしかして来たことあるかな。書いてないってことはこの駅やめたってことですね。あらら、寂しいな。なんか書いてある。ちょっとあれ取れると思うんで、取ってみます。取っておきますね。令和6年3月15日。あれ
今令和何年だ、令和7年かな、自分ねすぐその令和何年っていうのをブログとかなんかで全てあの2000何年だとか西暦でやるからすぐ忘れちゃうんだよね。あの免許証だってね、あれ令和何年自分はいつだとかってね、すぐ分からなくて調べて、やっとどっち行ったら駅出るでしょう。勝負って行ってみましょうか。ああってね、あ思い出した、この道これ線路渡ったらすぐ国道に出るんですよ。そうしてね、あ熊ね、家があるのに、それでねちょっとだけこっち側とダメなんだけど、右にね、でも左にですね行ったらね、あるものはあるんだ。そういえばここに多分ですよ、当たってると思うよ。ここだ、手塩川って書いてある。松浦武四郎がここで停泊したっちゅう場所です。ちょっとここに来ています。ちょっと写真1枚撮るんで、どこへの道なんだろうな。